ん？あれは師匠？お兄ちゃんが見てるのってイメリアがさっき言ってた美熟女の張り紙じゃん？ほんとだ。師匠も興味あるのかしら。で、え？お兄ちゃんが美熟女に電話をかけたじゃん！こんばん、クーリング、ミステリー案内人です。あ、また安いアルバイトの広告が貼ってあるわ。案内人さん、これ全部剥がしていいのよね。はい。近頃、闇の世界でもそういうバイト先が頻発していて、治安向上のためにもご協力お願いします。さて今日は、現世にあふれる怪しい張り紙をガーナとイメリアが調査するようです。それではどうぞ。結構集まったわね。あれ、イメリアじゃん。あらガーナ、久しぶりね。はにゃ、張り紙？何してるの？街中にある怪しい張り紙に興味が出てね。一体何なのか実際に集めて調べていたのよ。私も見たことある張り紙もある。けど何の張り紙かわからないんだよね。とにかく怪しいってことはわかるんだけど。そうよね。あ、せっかくだし、私がこの怪しい張り紙たちを紹介してあげるわ。やったにゃ！ 1. セレブ女性とデート。最初に紹介する張り紙はこれよ。男性募集、お金持ち美熟女をサポート。これと似た張り紙見たことあるかも。街の電柱とか自動販売機に貼ってるの。ええ、よくあるわよね。セクシーな女性の写真とともに男性募集、高収入といった言葉が載った張り紙は、絶対に誰もが一度は見たことあるはずよ。私ずっと気になってたんだよね。この仕事って具体的にはどんな仕事なの？簡単に高収入を得られるって書いてるけど。流れはこうよ。まずこの広告を見た男性が、ここに書かれた電話番号に電話をする。すると、受付の女性から電話で仕事内容の説明を受けるの。と言っても仕事内容は簡単で、投資家や経営者、社長夫人など、セレブな美熟女とデートをするだけ。え？綺麗でお金持ちな女性とデートするだけでお金がもらえるの？そうよ。食事代や交通費、娯楽費などのデート代はもちろん、デートのお礼としてのお金も、その美熟女が払ってくれる。2、3時間のデートで2、3万円をもらえるらしいわ。すごいにゃ。その仕事私がしたい。と言っても、この仕事には怪しい裏の事情があるんだけどね。え、その裏の事情って何？電話をして仕事を引き受けた男性の家に、まずは郵送でセレブな美熟女のプロフィールが3名分送られてくるの。それは別に問題ないよね。でもこれを受け取った男性は、代引きで約3万円ほど支払わないといけないの。美熟女の紹介料としてね。それは高い気が。あ、でも1回のデートで3万をもらえたら大丈夫なのかにゃ。3名の美熟女のプロフィールを受け取った男性は、その中からお気に入りの2名を選んで、また郵送し返すの。ちなみにこの時点で他にも入会金や月会費、登録料などで10万円ほど支払わないといけないこともあるわ。もうこの時点で怪しすぎるビジネスだにゃ。そこまでして美熟女と出会いたいと思う男性っているのかにゃ。デートしたら支払った金額は全部回収できるって思うんでしょうね。その後、実際に指名した女性から非通知で電話がかかってくるの。おお、ちゃんと女性とは知り合えるんだね。じゃあお金も支払った意味がある。でもこの電話でも気が合わなかったとか言われて、結局男性はその女性と会えないことも多いそうよ。もしそうなったら他の女性と会えばいいんじゃないの？また紹介してもらってさ。新しい女性を紹介してもらうなら、また一人1万円ほどの紹介料を払わないといけないわ。何それ、何をするにしてもお金がかかるじゃん。だから結局美熟女とデートをしてお金をもらえるはずが、お金を払うだけ払って美熟女とデートすらできない男性も多いそうよ。怪しいにゃ。そもそも美熟女なんて存在するの？全部嘘なんじゃないの？そう思うのが普通よね。でも実際にこの怪しい張り紙から美熟女と会った男性もいるのよ。そうなの？じゃあそのデートで美熟女からお金をもらって支払った金額を回収できた男性もいたんだね。それがお小遣いとして渡されたのが5000円だけで、1回のデートで 2、3万円をもらえるという話とは全く違ったらしいわ。え？
もしかしてその美熟女たちも怪しい会社とグルなのかな。それは誰にもわからない。だけど支払った金額を取り戻せた男性がいたって話は聞かないわ。そんな簡単に女性とデートするだけでお金を稼げるわけないってことよ。ま、ただほど高いものはないってこと。なるほどね。楽してお金を稼ぐことのリスクを身につけろってことか。勉強になったにゃ。2、大腸肛門クリニック。次に紹介するのはこれよ。何この張り紙？リアルな人の顔と下半身を露出した体の合成写真？これは東京都町田市で多数目撃された大腸肛門クリニックという張り紙よ。2012年からは電柱などの場所で貼られているのが見つかったの。あ、張り紙の一番下に大腸肛門クリニックって書いてるね。ってことはこれは大腸や肛門を専門とした病院の広告？でも電話番号も地図も何も載ってないでしょ。あ、本当だ。あ、じゃあ一体この張り紙は何なんだにゃ。それが多くの人に目撃されている張り紙なのに未だに有力な情報はないの。ちなみにこの大腸肛門クリニックの張り紙はいろいろなパターンがあって、あ、これとかこれとか。もうこれ以上見たくない。こいちゃなんだけどバッチリよ。ああ、ごめんなさい。一体この張り紙を貼った人は何がしたかったんだろう。大腸肛門クリニックを本当に広めたかったのか、もしくはただのいたずらか。真相は誰にもわからないわ。気になるけど気持ち悪いから真相は知らない方が良さそうだね。ああ、今すぐ記憶から削除したい。イケメンで上書きしたい。そうね。さ、次に行きましょう。3、地球一周の船旅。次に紹介するのはこれよ。地球一周の船旅。この張り紙何度も見たことあるよ。あ、でもどこで見たことあったっけ？この張り紙は個人経営のカフェや居酒屋のトイレなどでよく見るわよね。確かにお店のトイレで見たことあるかも。あ、でもこの張り紙怪しすぎない？いろいろなお店で見かけるから怪しいと思っちゃうのも不思議じゃないわ。周りの人でこの船旅に行ったことがある人もいないしね。でも張り紙は見たことあるし覚えてる人は多いよね。これ一体何の張り紙なの？その名の通り、地球一周の船旅の張り紙よ。この旅行は国際 NGO 団体が運営しているの。国際 NGO 団体ってなんだにゃ？利益を負わない民間の団体よ。貧困や飢餓、環境など世界的な問題に対して民間の立場から国境を越えて取り組むの。なんだかかっこいい。ピースボートと呼ばれるこの船旅では3ヶ月で約20カ国も訪れるの。そして国際 NGO 団体だからこそ貧困国や被災地を中心に巡って支援物資を届けたり植林ボランティアを行ったりしているわ。すごく素敵な活動じゃん。この船旅の費用はどれくらいかかるの？年に3回開催されていて旅行によって違うけどだいたい100万円以上するわね。なかなかに高いね。でもこの旅費を安くする方法があるの。その方法がみんなが張り紙をよく見かける理由につながるんだけどね。え、どうやって旅費を安くするの？このピースボートは CM や広告で宣伝せず張り紙を貼って口コミで広げているの。そしてこの張り紙を3店舗に貼った人は旅費が1000円割引というシステムもある。わあ、あ、ってことは船旅に安く参加したい人がお店にたくさん張り紙を貼っているってこと？あ、だからいろいろなお店でこの張り紙を見かけるんだ。そういうこと。このピースボートには通称ボラスタと言われるボランティアスタッフがいてね、安く旅行に参加したい人たちがボラスタになって張り紙をいろいろなお店に貼っているの。私も張り紙を貼るのに参加しようかな。30店舗に貼ったら1万円引きだし、もっと頑張ったら全額割引も目指せるもんね。ええ、だけど最近このピースボートに問題があってね。どうしたの？コロナの影響でクルーズを中止したんだけどね、乗船予定だったお客さんに一括返金をしなかったことで観光庁から行政指導が入ったの。え？旅費って100万円以上の大金でしょ？そうよ。この旅行の運営会社は分割での返金じゃないと対応できないと一点張りだった。
だからもしこの旅行に興味がある人は今どんな状況なのか自分でちゃんと調べてから参加してね。怪しいとは違うけど、大きなお金を動かすにはリスクがつきものだもんね。了解だにゃ。4. 車に貼る貼り紙。次に紹介する貼り紙はこれよ。車を買い取りします。この貼り紙はどこに貼られているものなの？駐車している車に挟まれたり貼り付けられていることが多い貼り紙よ。車を外に駐車している人なら見たことがあると思うわ。会社名も電話番号も書いてるし、きっと車を買い取りするお店の広告なんだろうねって思うのが普通の人よね。え？これって普通の貼り紙じゃないの？実はこの貼り紙を貼られた車は盗難される可能性が高いの。どうして？買い取りをしたいからこの貼り紙を貼ってくれてるんじゃないの？ガーナはもしこの貼り紙が自分の車に貼られていたらどうする？そんなタイミングよく車を売りたいなんて思わないから、普通に剥がして捨てるかな。でしょ？普通自分の車に貼り紙を貼られたらすぐに剥がす。つまり貼り紙がずっと剥がされていない車は持ち主がまだ車の元に戻ってきていないってこと。あ、もしかして。へえ。この貼り紙は窃盗集団がその車が放置されているものかどうかを調べるために貼ったものなのよ。何日も貼り紙が貼られたままなら盗んでもバレる可能性は低い車ということになる。窃盗集団はこの貼り紙を外に駐車している車に貼って盗める車の下見をしているってことなんだね。この貼り紙の電話番号に電話して文句言ってやる。ダメよ。窃盗集団が用意した電話番号なんて繋がらない可能性が高いわ。あ、そっか。繋がらないだけならいいけど、そこから自分の電話番号を盗まれて悪用される可能性もある。だから、もし車にこの貼り紙を貼られていたら、すぐに剥がして警察に報告するのが一番いいのよ。なるほど。他には何か対策ないの？偶然すぐに貼り紙を見つけて捨てられたとしても、貼り紙を貼られている時点で窃盗集団に目をつけられていることになる。だから、まずは駐車場を人目の多い場所などに変えるべきね。窃盗集団が貼り紙を堂々と貼れる場所に駐車するのも良くないもんね。あとは、車内に警報器や監視カメラをつけるのも大事。盗難補給にも加入すべきね。車って大きいから盗まれることないかなって思ってたけど、そうやって狙われてるんだね。私も気をつけよっと。5. 散々人のことを。次に紹介するのはこれよ。女性が子供を抱いてる写真の貼り紙？電柱に貼られてるね。これは2000年以降にネット上で出回った電柱に貼られた貼り紙の画像なの。ちなみに私が印刷したわ。じゃあ貼り紙としては出会ってないってことだね。でもこの貼り紙の何が怪しいの？貼り紙に書いている文章を見てみて。散々人のことを騙して離婚をするってひどいんだないのかと思う。俺が警察に逮捕されたのもお前にも責任があるのに、お前には責任がないみたいに言うけれども、喧嘩ばかりするのもこっちばかり悪いわけではないべ、お前が嘘ばかりつくからだべ、とうとう嘘をつかれていたらしまいには手も出したくなると思う。お前のせいでうちのみんなが変になりそうだ。じいさんが死んだのもお前にも責任があると思う。何これ？最初全然意味がわからない文章かなって思ったけど、普通に読めたよ。ガーナはこの文章を読んでどう思った？この写真の女性の元旦那さんが書いたような文章だったよね。離婚して警察にも捕まったけど、全部この女性が悪いみたいな感じのことを書いてる。そうね。この女性をすごく恨んでいるような文章だわ。全部ひらがなってのも怪しいし気持ち悪い。この貼り紙は一体誰が何の目的で電柱に貼ったんだろう。この文章を書いた男性がこの写真の女性を探すために貼ったと考えるのが普通よね。ただおかしい点があってね。
おかしい点？電柱に貼られたこの貼り紙を見たという人が実際に一人もいないということ。そしてこの画像はネット上で出回っているけれど、最初にどこで投稿されたのか分かっていないところよ。え？ああ、そっか、イメリアが広告を印刷してる時点で手に入れられなかったってことだもんね。あ、じゃあこの貼り紙は実際に電柱にたくさん貼られていたわけではなくて、ネット上に投稿するためだけに作られた可能性もあるってこと？そういうこと。実在したかもわからないネット上の都市伝説として語られているわ。実在していないことを祈るよ。もし本当に実在している貼り紙なら、この写真の女性は元旦那さんから憎しみを持って狙われているってことだもんね。6、連絡松村。最後に紹介するのはこれよ。あ？連絡松村？これは2009年頃から大阪市の梅田近辺で電柱や標識の柱などに大量に貼られていた謎の貼り紙、連絡松村よ。連絡松村ってどういう意味なんだろう。今ガーナに見せた貼り紙には連絡松村と書いてるけど、他の貼り紙には連絡松としか書かれていないものもあるわ。他にも種類があるの？ええ、そうよ。ほとんどの貼り紙に共通しているのは、おじいちゃんの顔写真とともに連絡松という文字が書かれているということ。一体このおじいちゃんは誰なんだろう。それが誰にもわからないのよ。いろいろなバリエーションの写真がある連絡松村だけど、連絡松という言葉ではなく、カスヤタカシという名前が書かれた貼り紙もあったわ。このおじいちゃんはカスヤタカシって人ってことかな。でもネットで検索しても有力な情報は一切出てこない。結局この貼り紙が何なのか、このおじいちゃんが誰なのかは一切わからないままだわ。気になるにゃ。失踪したおじいちゃんを探すため家族が貼ったものという説もあるけどね。それだと普通は電話番号も載せるはず。電話番号とか載ってないもんね。あとは借金取りがこのおじいちゃんを探してるから連絡待つって書いている説もあるわ。ああ、もし借金取りが作った貼り紙だったら、もっと怖い感じの貼り紙にすると思うんだけどな。でしょ？いろいろなバリエーションの写真が使われていることから、貼り紙の制作者は家族の可能性は高いけどね。身内じゃないといろいろな写真を持っているはずないし。なるほど。失踪しているおじいちゃんを探しているわけでもないのなら、ただの家族のいたずらってことかにゃ。結局真相は謎のままよ。うわー、気になるなー。ん？あれは師匠？お兄ちゃんが見てるのってイメリアがさっき言ってた美熟女の張り紙じゃん。ほんとだ、師匠も興味あるのかしら。あ、で、え？お兄ちゃんが美熟女に電話をかけたにゃ。ちょよりによってあのカカオがそんな怪しい広告に引っかかるなんてことある？しかも美熟女って。チョコレート以外自分から積極的になることがめったにない人ですから、より気になりますね。カカオの行動の真相はこの後のおまけで確認してください。それではまた、バイバイチーン。美熟女とデートするだけでお金がもらえるなんて楽しみだね。ちょっとお兄ちゃん。あれ、ガーナにイメリアじゃないか。どうしたんだい？私たち見ていましたよ。美熟女とデートしてお金がもらえる、この怪しい貼り紙の電話番号に電話してましたよね。ああ、したよ。何でも経験は大事だからね。ついでに言うと、この手の詐欺にあって復讐したいという被害者団体からの依頼も受けているから、僕が身をもって調査、接触を図ろうというわけさ。え？まさか僕が本気で美熟女とデートしたいと思っているとでも？僕は殺したチョコレートで忙しい日々を送っている。恋愛なんて優先度の一番下だよ。冷静に考えてみれば確かに。私たちちょっと広告の見すぎで毒されてたかも。まったく、二人揃って何をしていたか知らないけど、あんまり変な遊びに興じるんじゃないよ。それじゃあね。よかったにゃ。でも師匠みたいに騙されない人ばかりじゃないからね。黒猫ファミリーのみんなも怪しい張り紙には気をつけて。